Video Diary July the 31st, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan Video 日誌2018年7月31日林博です。それじゃあお伺いします。色は赤ですよね。はい、そうです。強烈な色だったっていうふうに M さんは、 M さんっていうか浜松の M さんはそのようにおっしゃってますけども、感じはどうでした？鮮やかな真っ赤でした。鮮やかでした。ポインターの赤よりも、ポインターは赤じゃないんですけどもね、白い近いんですけども、私が持ってるのはね、赤は赤ですけども、あれよりも強烈っていうか、強い色だったと。そうです、もう鮮やかで、なんか透明感があるような、そんなような赤でした。透明感、はい、透明感というか、本当になんていう、光線みたいな、そんなような赤でしたということなんですけども、はい、まず尾根田さんが見られたその光というのは大きかったですか、はい、小さかったですか？書きましたよ。だ、まあ、推定2センチ前後じゃないかと思うんです。2センチ、色はいかがでしたか？あ、赤ですね、シンクの赤。その色は濃い色でしたか、薄い色でしたか？割とね、濃い色と言いますか、いくらかピンクのかかったような赤い。ああ、なるほど。そのような、で、はい、はい。見られたのは1点でしたか、それとも2点でしたか、それとも瞬間だけだったか、その辺の現れた時の様子と、消えた時の様子をお伺いしたんですけども。はい。まず先生が、火災人口で、人間の賛同の話してましたよね。はい。はい、で、グリーンでホワイトボードに2つ書いてありました。その時に同時に、今思うと、ポンポンと、両方ポンと出てたんですね。両方と同時ってこと？そう、同時。じゃあ、質問しますけども、はい。光の色は、あなたのリアルだ。どんな M さんはどんな色だと思いました？色はですね、その後、まあ、先生がレーザーポインターで、ホワイトボードに当てた色があったんですが、それよりももう少し赤い色が濃かったです。で、濃くて少し先生の当てられたポインターより少し大きめだったように思いました。で、三上さんの証言、お姉さんの証言だったかな、はい、2センチぐらいだとおっしゃったんですけども、あ、大きさは2センチぐらいだと思います。もうそれ以上大きいことはないと思います、はい。その現れ方、最初1点が現れたのか、それとも2点が現れたのか、それとも断続的にポンポンと2点現れたのか、それちょっと詳しく現れた様子をちょっとこう表現していただきたいんですけども。あ、はい。現れ方っていうのは、最初は先生の体の右側に現れたんですよね。で、勉強会をしている会場の中で大変なことが起きました。その怪光現象を目撃した方たちの証言は40分前後から皆さんにお聞きいただけます。Video Diary July the 30th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan ビデオ日誌2018年7月30日林博史です。おはようございます。昨日台風12号の通過の最中、浜松駅の近くの会館の一部屋を借りて勉強会を開きました。今ご覧いただいている写真がその時の様子を撮ったものです。私を含めて11名の勉強会でした。で、私とワイフ、それに M 氏夫妻のほか、7人の方に来ていただきました。まあ、時折しも台風通過直後ということでですね、遠くからお集まりくださいました皆さんには心から感謝申し上げます。で、勉強会を午後1時から開きました。で、その開く時にですね、前にちょっとしたトラブルがありました。というのは、一応私はですね、画像を数百枚用意して、昨日ですね、
皆さんに、プロジェクターでそれをご覧いただく予定でいました。ところがどういうわけか設定が間に合わなくてですね、できませんでした。で、開始が5分か10分遅れましたと同時に、まあ、せっかく用意した写真なんですけども、皆さんにご覧いただくことができませんでした。この場を借りて深くお詫び申し上げます。で、まあ、急遽ね、私のある意味で独演会といいますかね、一人で一方的に話しまくるという勉強会になったわけです。で、今日はその勉強会についてではなくてですね、その勉強会の途中に起きた大変不可解な事件について報告します。最初からもう一度整理して話します。昨日午後1時から2018年7月29日日曜日ですけども、勉強会を駅前の近くの会館を借りて、会館の一室を借りて開きました。で、12時50分に鍵をいただけるということで12時50分に部屋に入り、で、機器をすぐセットしようとしたんですけども、パソコンからプロジェクターへの接続がうまくできなくて、係の人も2人来てくれたんですけども、15分か20分ぐらいで断念しました。で、私の方は、まあ、係の人がセッティングしてくださっているのを横目で見ながら勝手に話し始めたというわけです。で、実際には1時5分から10分ぐらいの開始時刻だったと思います。で、まあ、そのプロジェクターを使っての講演はできないということをですね、最初の段階で判断しましたので、まあ、その係の方2人の方がですね、一生懸命セッティングしてくださっている様子を横目で見ながら勝手に話し始めたというわけです。で、その時にそのプロジェクターといいますか、パソコンのね、コマを送るポインターを私は手に持って、もうその時すでに持っていませんでしたね。あの、机の上に置いてスイッチオフにして机の上に置いておきました。一番前列の机の上に置いておきました。ここが一つのポイントになりますから、もう一度確認しておきたいと思います。そのポインターをですね、あの、いわゆるそれのポインターというのは、そのスイッチがついてましてね、その一コマずつそのコマを送れる、まあ、機器ということになるわけですけども、それに、まあ、あのポインターがついていました。赤外線のポインターがついていました。しかし、まあ、多分ダメだろうと、私もやってみたんですけども、うまく接続ができなかったものですから、多分ダメだろうということで、そのポインターをですね、机の一番最前列の、そのいわゆるプロジェクターの、てかパソコンの置いてある、プロジェクターはあの部屋の中央に置きましたから、そのパソコンの置いてある机の上にスイッチオフにしておきました。で、ここが一つのポイントになりますから、あのしっかりと確認しておいてください。で、私はそのまま、1時5分か10分ぐらいから話し始めました。そして2時30分か40分の時計を見てですね、まあ、ここで一度トイレ休憩といいますかね、休憩しようということで、で、皆さんにそのように話しましてね、ここで15分か10分か15分休憩しますと、という話をして、まあ、そこで一つ、まあ、区切りをつけたわけであります。で、その時に私はまあ、私自身はトイレ行きたいという気持ちはありませんでしたので、そのまま後部の方の席に座っておられた、M 氏夫妻のね、机の前にの椅子に座りました。その時のことなんですよね。 M さんという女性の方がですね、見ました？見ました？っていう話をなさったんです。で、何の話かなと思いましたら、私がですね、講演している最中にホワイトボードにその赤い光が映ったっていうんですよ。ポンポンポンと2つ3つ同時に現れて消えたっていうのことをおっしゃったんですね。そうしましたら、そこにいました、その近くにいましたね、王さんという方も、ああ見ました、あれ何だったんですかねって話になったわけです。そしたら、その私の前に座ってた M さんも、ええ、
僕も見たんですけど、あれなんですかねという話でわわわっと盛り上がったわけです。で、私は何のことかさっぱり分かりませんので、何のことですかって聞いたら、まあその3人どなたかおっしゃ、多分 M さんだと思うんですけども、こうおっしゃったんですね。私があの林先生の講演を聞いているときに、その講演というか話を聞いているときに、後ろのホワイトボードにあのスッとこうレザー光線のような光が走ったと思ったら、赤い点がパッパッとついては消え、2つ3つついては消え、そしてまたしばらくしたら2つ3つ赤い光がついては消えましたっておっしゃったわけです。そうしましたら王さんという方も、そうです、私も見ました、何だったんですかねって話に なりました。そしたらその M さんというか、あの男の M さんですよ、同じ M さんですけども、男の M さん、まあ、浜松、それは浜松市の方で、まあ、50年来45年来の私の友人なんですけども、その方もですね、あれ何だったんですかねって話になったわけです。私はさっぱり分からなかったんですけど、その前にその M さんというその最初に言われた女性の M さんですよね、女性の M さんがワイフにこう聞いたそうです。あのワイフがあの写真をね、ちょうど冒頭でお見せしましたような写真を後ろの方から撮ってくれていたもんですから、そのワイフに向かってね、奥さん写真を撮られましたっていうことをおっしゃったんですよね。で、ええって言ったんですけども、ワイフはその時の様子をね、なんでそんなことを聞くんだろうっていうふうに思ったそうです。で、まあ、それでそのワイフは、まあ、それで終わったわけですけども、でエブさんの話を聞きますと、いわゆるまあポインターのようなライトが、そのライトですね、ポインターで照らしたのライトが、赤い光がですね、そのホワイトボードに点滅したと、あのホワイトボードの上で点滅しては消えて、点滅しては消えたっていうようなことをおっしゃったわけです。で、その話をし始めましたら、王さんという方もその横にいらっしゃって、まあ、部屋の感じからしますと、その3人の人は、私の話してる、まあ、視点から見ると向かって左側の方に座っていらっしゃった3人の方なんですよ。でその3人の方が、でワイフは見てないんですけども、その3人の方が、まあ、それぞれがですね、何だったんでしょう、何だったんでしょうって話になりました。でその話を聞いてるときに、私はポインターのことをすぐ思い出したんですよね。どんな光でしたかって聞きましたら、赤い丸い光だったと。でその一人の方がポインターのような光だったとおっしゃったんで、私はそのポインターをあの覚えていましたのでね、さささっと前へ出てきまして、そして机の上に置いたままになっていたポインターをパッと手に取って、そして後ろに持ってきて、そしてそれをまた前の方に照らして、この光でしたかって、そのポインターでその前の方の黒板であるとか、そのホワイトボードのあたりを照らしてみたんですよ。そしたら、そんなような光でしたっていうんですよね、おっしゃったんですね、皆さんがね。ほいじゃあポインターかなと思いまして、しかしポインターは電源オフにして一番前の机に置いてあったわけですし、ワイフはそれ持ってるということはありませんでした。それはワイフはずっと一番後ろの後部座席に座っていましたし、私はその時ホワイトボードの前で話をしておりました。ですからワイフがそれを、まあ、持っているということもありませんし、私がそのポインターを持っているということもありえないわけです。しかしその M さんが、女性の M さんがね、おっしゃるには、見ましたか見ましたかって話でやや興奮気味に話されたときには、まあ、何の話したかよく分からなかったわけです。で私はそのまま終わって、それからまあ3時少し 10分か15分前に次の話に移りました。でずっと話して、まあ、4時までってことだったもんですから、4時5分か10分ぐらい前に、一応この会館は部屋は4時まで借りることになってますけども、一応なってますのでここで終わりますと。で4時からは2階のね、談話室がありますから、そこに席をてかね、場所を移して、そこで皆さんとっていうような感じで、その4時に会を終わったわけです。それでそのまあ、11人、私も含めて、その前にその1人ね、K さんという方が東京の方なんですけども、その K さんが先に帰られました。で電車であの、まあ、なんて言いますか、に乗るからということで、4時に新幹線のなんて言いますか、チケット指定席かなんかがあるということで、4時5分ぐらい前に先に
部屋を出てかれました、 K さんだけがね。でその話はそれで終わ、 K さんはそれで終わって、それで談話室へ来て、そしてまあ他の話をいろいろしてたんですけども、またその光の話になりました。そして M、 女性の M さんがですね、あの光の話になさいまして、あのあれ何だったんですかねって話になりまして、その時にその O さんという方もあれは何だったんですかねってなりまして、もう一人男性の M さん、その方はあの浜松市内の方ですけども、その方もその中に加わって、あれは何だったんですかねって話になったわけです。で部屋はですね、まあ、50人ほど入れる部屋を借りたんですけども、その窓はですねブラインドが下ろしてあって、というのはあの最初にもうブラインドが下ろしてありました。あのいわゆるプロジェクターを使うという予定の、まあ、ありましたあったので、その、まあ、あれはあれずっと下ろしてあったのかもしれませんけども、ブラインドを開けるということもありませんでした。で部屋の中のライトは蛍光灯、天井の蛍光灯だけでした。で 全体で11人と、そういう私も含めて11人という、まあ、勉強会であったわけです。でポインターは私は持っていましたけども、それはあの先ほど言いましたように、そう最初からそのプロジェクターを使えないということになってましたので、ポインターは一番最前列の、入り口に近い机の上に置いときました。スイッチはオフにしてありました。でそういう状況の中で1時間35分か40分話して、休憩時間を設けたときに、まあ、M さんがですねやや興奮気味に、見ました、皆さん見ましたっていうようなことを話されましたので、見ましたかって言い方なさったんですね。で何のことだか分からなかったもんですから、話を聞いたら、まあ、その黒板に赤い点が2つ3つ並んで、パッパッと消えて、そして、まあ、その消えたってことが断続的に続いたそうです。でその話はそれで終わって、その談話室に4時からあの K さんだけが帰られましてね、それで談話室にあの場所を移して、そこで皆さんと一緒に話をしているしていました。その最中にまた光の話になりまして、あれは何だったんでしょうかということで、まあそれはもう5時近くですよね、あの、まあ、5時で、まあ、会館が閉まるというようなこともありまして、5時近くになりまして、まあ、そういうことで最後にもうだんだんその話に盛り上がってきて、みんなで外に出て、私はそのままあのその会館の裏手にある駐車場の方に、まあ、向かったわけであります。でその時に他の方たちも一緒にゾロゾロついてこられまして、そしてそのちょうどその駐車場の前でまた立ち話になりまして、あれは何の光だったんでしょうかねということになりましたので、あの、まあ、それぞれまあ雑談っぽく話しましたけども、それで皆さんと別れて、それで私はその、なんて言いますか、率直に言いますとね、2017年に入ってから、そのような、まあ、不可解な事件というのは、私とワイフの周りで、まあ、そのしょっちゅうというしょっちゅう言い方もちょっとあの曖昧な言い方ですけども、あの無視できないほど、まあ、頻繁ということでもないんですけども、しかし、時々ありました。で2017年の11月入ってからはもう毎週のように起きたわけですけども、そうした事件が私の近辺で起き始めたわけですよね。でそれはまあそれというか、まあその2017年に入ってからはそうした事件が起きたわけですけども、その実、まあある時から疲れを覚えましてね、もうそういうことでそのわー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 その気をなんて言いますか、煩わせるというか、なんていうかな、あのざわざわさせるということに対して、そして何だったんだ、どうしたんだということをその話すということが疲れましたのでね、まあ、その程度のことであるならば、まあ、またかってな感じでやり過ごしてきたわけであります。しかし、昨日はですね、まあ、場所が場所であり、あの、まあ、そういった、ね、人たちが集まっている会でそれが起きたということで、まあ、このような形で皆さんに報告しているわけであります。でそうした話の中で、私自分の経験の中でこういうことが一つ言えるわけです。でその時はそれほど何とも思わなかったというような事件というのもあるわけですよね。あ、なんだそんなことか、そんなことならっていう感じで、そのまあ聞き、まあそういうことというのはですね、どういうことかというとですね、例えばひょっとしたら私の見間違いかもしれない、勘違いかもしれない、思い違いかもしれない、逆に思い過ごしかもしれない、でしかし証拠がないと、証人もいない
ということになってきますと、そこに大きな穴が開くわけですよね。その穴の大きさがですね、例えば仮にですよ、まあ、99% 間違いないにしても 1% 程度でも穴がある場合には私は無視しています。というのは、そのそういった話をですね、古代的に誇張して大きく膨らませて話すということは大変危険なことなんですよね。まあ、いわゆる危険なことなんですよね。というのは、そのいわゆる、まあ、いわゆるなってますかね、思い過ごしてますか、その思い違いと言いますかね、あるいは思い過ぎが多すぎるって言ってよく言われますよね。思い込みって言いますかね。そういうことになってきますと、あのいわゆる事実を歪めていきますからね。特に私のような場合、立場的に慎重にしないと、そうでなくても頭がおかしい人っていうふうに誤解を受けやすい立場にありますからね。またそのような動画を発表しているもんですから、やっぱり林宏は頭おかしいっていうふうに思われるってことに対しては、まあそのもう一人の自分がいますからね。それは今から5年10年前、あるいは20年前でもいいんですけども、そういうことに対して大変こうなってますが、否定的と言いますかね、もっと言いますと合理的と言いますかね、まあもっと言いますと現実的な、その自分がそこにいるわけです。自分の中にいるわけですよね。そうした自分というものが、そうした現象に対する解釈の仕方に対して大きなと言いますか、ブレーキを踏むわけです。あのそれはあまり突っ込まない方がいいぞってな感じでね。しかし逆のこともあるわけです。その時はそんなことかってなかったで済ますんですけども、だん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 心の中で大きく膨らんでいくっていう事件も今まで何度かありました。で、その案の定、その後ですね、皆さんとお別れして駐車場の前で、駐車場の入り口のね、ところで皆さんとお別れして、さよならまたねってな感じで、あのお別れして、私とワイフはそのまま車に向かい、車に荷物を詰め込んで駐車場を出てですね、ぐるっと回ってお腹が空いたねってことで、帰り道にある、まあ、途中にありましたレストランで、 D というレストランでね、食事をすることにしたわけです。その時からその光の話をし始めたわけですけども、そのレストランで食事をしている時に、何だったんだろうねって、何だったんだろうって、僕は見なかったって言いましたら、ワイフも私も見なかったって言うんですよね。ワイフはあの先ほど言いましたように、一番後部座席の向かって私の立っている立場から、視点から見て左側っていうのは、その M さんと O さんと、それからもう一人の男性の M さんと同じ、まあ、机が3、4列にかな、4列に分かれてまして、一番左側の、列に座っていたものですから、ワイフも見たはずだったと、見たはずだということでワイフに聞きましたら、私は気がつかなかったっていうふうに言ったわけですよね。まあ、それが話になりまして、まあはっきり言って、またかっていうことになったわけです。そのまたかという部分はどういうかということかというとですね、まあ、率直に私はもう話しますとですね、まあそれやめましょう。今日はとにかくここでは事実だけを話します。で、それで、まあ、事実ということは、その昨日の事実をね、話して、後の判断は皆さんにお任せすると。で、その話を話しまして、だん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 心の中で大きく膨らんできて、何だったんだろうということで、まあ、いろんな解釈をワイフはしました。私もいろんな解釈を加えました。それは今日のここで話す話ではありませんので、まあ、割愛させていただきますけども、そういう話になって、そして私は家に帰って、猛烈な睡魔に襲われましたので、まあ、30分の運動した後、ランニングマシンの上で30分汗をかいた後、そのままその台所の座椅子の上に座って、こってんと眠ってしまったわけです。そして、まあ、起きたのが9時頃ですよね。寝てしまって9時頃起きまして、それからまたランニングの最後の第4回目の、1日4回のね、ランニングをすることにしてますので、4回目のランニングをして、そして汗をかいて9時半頃になりまして、ごめんなさい、8時半頃です。8時頃目を覚まして8時半です。そして目を覚まして、ランニングが終わって、そしてまたワイフにその赤い光の話になりまして、それじゃあまあ、M さん、夜遅いけどね、M さんに電話してみるよということで、その浜松の M さんに電話をしたわけであります。その時刻が9時ちょっと前だったんですよね。そうですね。で、夜遅いけど大丈夫かなってな感じで、まあ、多分起きてるだろうということで、電話をしたわけです。で、それから、まあ、30分ほど M さんと電話したんですけども、M さんはその光を見てますからね、しっかりと見てますから、どんな光でしたかって聞いたら、その M さんが詳しく話してくださったんですけども、
おかしな光だと光だなというふうに思ったそうです。というのはその後ね、その後ということはその女性の M さんがですね、見ましたか見ましたかって言って皆さんがですね、それから O さんが、あれ何だったんでしょうねって話になりまして、そこへ男性の M さんが加わってきて、それでその何だったんでしょうっておっしゃったもんですから、私はパッと前へ行って、それからまあちょっとね、何だったんだろう、ポインターの光みたいだってことを誰かがおっしゃったもんですから、ポインターってことで私は前へ行って、でポインターを手に取って、こんな光でしたかって言って、ポインターをでその前を照らしてみたら、それに似た光でしたっていうことをおっしゃったわけですね。しかし皆さんご覧になったのはもっと赤かったということは、その後幾度におっしゃったんですけどもね、もっと赤い光でしたっていうことをおっしゃった。でもう一人はもっと大きかったですっていうこともおっしゃったです。まあ、ともかくもポインターの光のを見たってことだったもんですから、 M さんにその電話でね、夜8時半過ぎの電話で、その藤田、ごめんなさい、その後またちょっと別の方に別のことで電話したもんですから、ちょっと頭の中で混乱してますけども、8時半か9時だったですね。ちょっとまあその時刻の部分は不正確です。ともかくも浜松の M さんに電話したことは事実です。夜分遅いけど大丈夫かなと思って電話したのも事実です。時刻はちょっと曖昧です。まあ、ともかくもその話になりまして、その光のことをですね、電話でですよ、浜松の M さんが、まあ、こういろいろと今ここで思い出して話しているわけですから、不正確な部分もありますし、順序も不正確な部分もありますけども、こうおっしゃったんですよね。その光というのはですね、まあその M さんがおっしゃるにはですよ、林先生のそのこっちをみんなの方向いているときに背中側に現れて、そして消えたと。それがまあ2、3回言ったかな、ちょっと話は混濁してますけども、3回点滅したような状態でついたり、しばらくついてて消えたっていうんですよね。でその時に M さんがですね、おっしゃるにはおかしいなと思ったのは、そのついたり消えたりすると、先で林先生がそのホワイトボードの向いている時はその光はなかったと。でその時にそのこっちを向いた時にまたその赤い光がホワイトボードに点滅映ったと。その時におかしいなと思ったのは、もしそのポインターの光であるならば、その私の体にもそれが映ったはずだって言うんですよ。そういう位置関係であったって言うんですよね。というのはそのご存知のようにポインターの光、紫外線の光というのはホワイトボードであろうが黒板であろうが何であろうが赤外線の光ですから、薄暗い部屋ですから、冒頭にお見せしましたような薄暗い部屋だったんですよ。ところどころ明るくして、私の方で勝手にね、見にくいだろうということで明るくしてますけども、全体に薄暗い部屋だったんですよね。その光であるならば、私の体にその赤い光が映っているはずだったんだけども、服のところにその光がホワイトボードについているときは服の上にはもちろん何もなかったけども、みんなの方を向いているときにもその当然その光というのは林先生のちょうどお腹のへその上あたりにその光がある位置にあったんだけども、その光がその映っていなかったと、まあ、そういうことでおかしなポインターだなというふうには思ったそうです。それとポインター独特のね、手ぶれによるブル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 とした震えはなくて静止した光であったということを、まあ、証言してくださったわけです。まあ、電話の中でね。でその M さん、浜松の奥さんは見ていないと。M さん、浜松の方はですね、男性ですけども2人で来てくださいましてね、奥さんと2人で来てくださったんですけども、見ていなかったということになったわけです。で何だったんだろうということで、まあ、話が終わって、でその M さんもですね、まあ、30分ほど電話で話したんですけども、だん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 ややね、最後の方ではトーンが上がったと言いますかね、興奮状態になって、何だったんだろう、おかしいですねって話になったわけです。まあ、その時私は私の絵の解釈というのはいろいろありましてね、今までの経験から、まあ、こういうことだじゃないでしょうかねってことになったんですけども、その部分はね、それは私の、まあ、その主観的なね、感想ですから、今日は話す必要もないと思いますので、事実だけを話します。で話しました。でその先ほどちょっと言いましたように、最後に会館を出るときにみんなでゾロ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 と出てきたわけですけども、その駐車場のちょっとした公園がありましてね、その手前のところで皆さんとお別れしたところです。お別れしたんですけど、そこで立ち話を5分か10分したわけですけども、何だったんでしょう、何だったんだろうということになります、なりました。そこでもう一度最後に締めくくりとして当時の状況を話しますと、部屋は薄暗い部屋でした。
その窓のブラインドは全部押していました。外から光が入るということは、あの一箇所ね、一番その黒板に近いところのそのブラインドは少し開いてたような、開いてましたね、写真を見ますと。そこからまあ光が少し入ってたってことありますけども、まあ外から光が入ってくるような雰囲気ではありませんでした。で、あ、そうだそうだ、あ、そうだ、やっぱりあの M さんに電話したのは9時だったんですよ。でそれからあのしばらくワイフとまあ盛り上がりましてね、何だったんだろう何だったんだろうと思って10時ちょっと前になったんですよ。その時に一人あの先に帰られた方がいらっしゃいましたのでね、あの K さんって東京でまあ歯医者さんをなさってる方なんですけども、その方が歯科医師の方なんですけども、その帰ってあの新幹線にそのなってますかね、指定席 の, あの時刻に遅れるからって言って4時5分ぐらい前に帰られたわけです。でその時にその前にですよ、その M さん浜松のとの電話が終わったのが9時半頃だったんですよね。9時半、それを今思い出しました。で9時半に終わって9時にあのから電話して9時半にあの電話終わって、その後一つ最後の疑惑が残ったわけです。一つはですね、まあ、二つ残ったんですね。一つは、ワイフの、まあ、持っていたカメラっていうのは、枕闇ですと、あの赤外線のね、光を発して、そしてその速攻をして、その距離を取って、シャッターを押すという、まあ、そういう私が持ってるパナソニックのカメラなんですけども、その光ではないんですよね。それは何度も確かめましたけども、その全体にぼやーっと明るくなるんですよね、あのカメラの赤外線の速攻。ライトはですね、そしてその明るく照らして、それで距離を取ってシャッターが自動的にっていうか、まずあのグッと押し込むと、あのその瞬間ついて消えるというカメラなんですよ。ですからスポットのような、いわゆる、まあ、ライト、ペンライトで照らすようなライトとは違うわけです。でもう一つの問題はですね、いわゆるあのペンライト、いわゆるスポットライトのついたそのスマホっていうのがあるんですね。で私あの M さん浜松との電話が終わった後ですね、そのインターネットでそのスポットライト付きのスマホっていうので、あのポインター付きのそのスマホってことで検索しましたらあるんですね。驚きました。で誰かがそのスマホを使っていて、そしてその時にポインター付きのスマホを使っていて、ポインターをで照らしたのかなというふうに最後の一つの疑惑が残ったわけです。でネットで調べてみましたら、ポインター付きのスマホというのも実際にあるんですよね。ですから可能性としては先に帰られた K さん、先ほど言いました歯科医師の K さんがそのポインター付きのスマホを持っていらっしゃって、それで時々、まあ、何らかの形でねスマホをいじっておられて、それで、まあ、その光が黒板を照らしたということも考えられたわけです。ですからこれは電話しなくちゃいけないということで、10時に、まあ、本当、まあ、電話をするには大変非常識な時刻であったんですけども、それを気にしながらね、しかし今夜中に確かめておこうということで K さんに電話をしました。で K さんが電話すぐ出てくださいましてね、あの実はこうこうこうでって話をして、で K さんの、K さんね、あの何かその例えばポインター付き の, そのスマホ、あれ携帯電話なんか使ってらっしゃいますかって聞きましたら、 K さんの方がね、え、そんなスマホがあるんですかって話をなさいまして、私 の, あのスマホにはそんなものはついていませんっていう、まあ、その返事をいただきました。これ全員の証言が揃ったわけです。で K さん の, あのスマホにはそういったポインター付き の, そのスマホはないと、しかもそのスマホは使っていなかったということは、私はですね、まあ、あの私とワイフを含めて11人の会合ですから、皆さんの様子をですねしっかりと見ながら話すことができたわけです。であの講演の特徴としてはですね、あの例えば300人であっても、まあ、1000人であってもですね、あの講演者の立場から見ると1人2人の、まあ、普通でない動きっていうのは大変敏感に分かるものなんですよ。私はもう何百回と講演していますから、あの講演会場で例えばね、退屈そうな人があくびをしているとか、あるいはザーザーザーと動き始めた人というのはもうすぐ分かるんですね。あれあの分かるもんなんですよ、講演会場では。ですから、まあ、そうしたそのスマホでね写真を撮っているとか、まあ、昨日そういう人は一人もいらっしゃいませんでしたけども、まあ、スマホをいじっていらっしゃる人とか、そういうのはすぐ分かるんですけども、私の記憶のある限りそういった 会の雰囲気ではありませんでしたし、またそういうふうな動きをする人もいませんでした。となるとその光はどこから来たかってことなんですけども、まあ、今日皆さんにお伝えできることはですね、そうした不可解な現象が昨日、
2018年の7月29日の午後、時刻にすれば1時から3時頃まである間に起きました。で、浜松の M さん の証言によるとですね、私がちょうどホワイトボードに火星人と言われているイギギの話を、まあ、あのイギギという、まあ、火星人、まあ、まあいいんですよ、それはね、まあ、イギギです、まあ、その火星人の話をしていて、その火星人の姿をですね、ホワイトボードに書いてるときに、書いてる前後にその光が現れたということですから、私その火星人の話をしたのはですね、やっぱり3時前ですね、はい、後半は別の話をしましたので、はい、あのいわゆる15分の休憩時間終わってから4時までは別の雑談会っぽい話をして、皆さんの話を聞きたいですということで、皆さんの話を聞かせていただきました。その時に K さんが前に出て、あの話をいろんな話をしてくださいました、まあ、大変、まあ、奇妙な経験をしましたという話を前でしてくださいましたので、時刻的には、3時から3時半ごろまでの、ごめんなさい、2時半から、ごめんなさい、ごめんなさい、正確に言いましょうね、1時から会議を開いて、1時15分か10分で、はい、開始して、私が1時間半か40分話して少し疲れを覚えたもんですから、5分か10分あの休みますってことを言いましたので、2時半までです、2時40分までの間にそのイギギの話をしたときに、その光が現れたということです。何だったんでしょう、何でしょうということです。まあ、今日はこれで終わりますけども、昨日ね29日あのその光を見られた方、王さん、それから東京の女性 M さん、このビデオであるいはこのまま発表しますので、どんな光であったか、もう一度文面でね、文章であの報告していただけるようでしたら、コメント欄にね、その時の光の様子をあの書いていただけないでしょうか。やっぱり私はですね、物書きですから、まあ、話よりもですね、そうしたしっかりとした文章で書いていただくと安心できますので、そのコメント欄にですね、昨日の光はどんな光だったか、皆さんの記憶が真新しい今の段階でお願いしたいなというふうに考えています。ということで、今日は事実だけを話してこのビデオダイリーを終わります、というような奇妙な現象が昨日の会合で起きました。で、8月の、勉強会については、昨日の段階でね、まあどうしようかなって迷っていましたけども、その事件があったがゆえにですね、もり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 と元気が出てきて、8月の末の勉強会も開くことにしました。私のね、個人的ないろんな問題もありますので、あの確約はできませんので、できませんが、一応今の私の心づもりとしては、力強く8月末の勉強会も開くことにしました。ということで、もしあの興味のある方はまたって言いますかね、どうか勉強会においてください。申し込みは私のホームページのトップページから申し込み欄を通してお願いいたします。では、これ今日はこれで失礼いたします。バイフォン。
待ってくださいね。はい。はい、今録音中と出ました。それじゃあ、お伺いします。あの、色は赤ですよね。はい、そうです。強烈な色だったっていうふうに、M さんは、M さんっていうか、浜口の N さんは、そのようにおっしゃってますけども、その感じはどうでした？鮮やかな、真っ赤でした。鮮やかでした。ポインターの赤よりも、ポインターは赤じゃないんですけどもね、白い近いんですけども、私が持ってるのはね、赤は赤ですけども、あれよりも強烈っていうか、強い色だったと。そうです、もう鮮やかで、なんか透明感があるような、そんなような赤でした。透明感？はい、透明感というか、本当になんていう、光線みたいな、そんなような赤でした。大きさはどうでしたか？そんなに大きくもないんですけれども。ポイントよりは大きいと思いました、小さいと思いました。大きいと思いました。それは、浜松ネムさんも同じ証言をなさっておられますけどもね、ポイントの、丸よりは大きかったと。ああ、大きいです、確かに。うん。で、もう一つは、ポインターっていうのは、手で持ってこう刺すんですけども、そうですね。ブルブル手に触れる感じで、映るんですけど、はい、そういう動きっていうのはありました？ないです。もう一直線にスッと。動きっていうか、その、当たった丸っていうのはブルブル触れてたのか、それとも静止してました？あ、もう静止です。静止してた。はい、もう一直線にスッとそこをめがけて、そのスッという部分がよくわからないんですけども、はい、レーザー光線のようにとおっしゃったんですよね、確か。はいはい。それはその飛んでいくのは分かったということですか？あ、もうあの方向がもうすぐ分かった。あ、こっちから。こっちからこの辺です。奥様がいらした方向の方から先生の方にスッと来たっていうのはすぐ分かりました。ワイフは一番私が見て、ね、左側の一番後部にいたんですけどもね。そうです。出入り口の方にいらっしゃいましたよね。そう、そこにいました、後ろの方。そちらの方向から、とにかくそちらの方向からさっと、先生に目がけてきたという感じですね。それは、その筋が見えたということでしょうか？それじゃなくて、確かに、ね、3人の方に今度目撃なさったんですけど、はい、皆さん私から見て、はい、左側の位置の人だけなんですよ。あ、そうですか。それで、はい、その赤い点というのはホワイトボードには1点でしたか2点でしたか、あれは何点で現れました？それとも1点が交互に現れて消えたのか、その2点が同時に現れたか、そういうことじゃないでしょうか？私は1点しか見てないんですけど、はい、1点はとにかくさっと1回見えて、うん、はい。で、もし私がホワイトボードの方を見てたとしたら、私も見たはずですよね。そうですね。確かに見てると思います。私は見てなかったんですよね。ってことは皆さんは向いてたと思うんですけど、それは分かりました？僕の背中で映ったってことになりますよね。なんかグリーンで描いた絵はありましたよね。グリーンだけある。あと、ペンはみんな映らなかったもんでね。映って。で、イギギの話をしてるとき。イギギのその、頭蓋骨のあたりの、だから先生の右脇腹の方に、こう、さっとめがけて、右ってことは私の、三上さんが、名前分けしますけども、はい、私の。名前出してもいいです。あ、そうですか。じゃあ、三上さんの、はい、方から見ると、僕、向かって左側ってことになりますね。先生はね、まっすぐ後ろを向いていたわけじゃなくて、ちょっと斜めに、姿勢だったんですよ。斜めの姿勢で、うん、でも、こっち側に向くような瞬間の、位置だったんです。ああ、そうか、左回りにね。そうです。うん、こっちに向くような、そんな瞬間の時に、そのレーザーが、さっと当たって、あらって思ったんですね。それは実はその、ホワイトボードに映った時間って何秒ぐらいな感じしました？いや、本当に瞬時です。本当に瞬時でした。これでパッと映っても、消えたということ。そうなんです。鮮やかな色で。はい。で、カメラは確かに、暗闇で写真撮るときには、私のカメラは、赤外線は発光するんですよ。はい。で、実験してみたんですけども、全体をぼわっと明るくするんですよね、あれはカメラの場合は。
焦点を合わせるために、ポインターのように点じゃないんですよ。ですから1メートルぐらいのところから赤外線発すると、もうそうですね、バーッと広がって、やっぱり1メートルぐらいの範囲広がって、速攻したり距離を測ったりするという仕組みなのですから、ポイント的に点でいくということはないんですけどもね。私、奥様が後ろ、私たちは後ろに回って写真撮られてまして、そう。で、その時奥様は写真撮ってるのかなと思って、ちょっと奥様も見たんですね。そしたら奥様は写真撮られてなかったし、ちゃんと席についてらしたので、写真撮ってなかったけど、今のは何だったのかなと思ってたんですね、その時。そうすると、瞬間で1回だけだったということになりますか、三上さんが。私はそうなんですよ。でもその後なんか、ゴーっていう音というか、なんていうの、ブワーンとしたような音みたいな、こう、感じの音が聞こえまして、あれなんだろうなって、その時は思ったんです。音もあったんですよ。音、今初めて聞いた音もあったんですか。うん、音もあったんです。それで私、かなり大きい音だった。なんかブワーンと、耳にブワーンとっていうような音があって、で、音もしたよねっていう話を、私の前の座席にいた王さんが話したので、あったあったっていうことになったんですよ、帰りに。それは光の後に。そうです、そうです。もう全然私はもう、音は自信がないんですけども、なぜ私はその光を見なかったかっていうのがどうも関係がいかないんですけどね。だから、もうどこからか光が飛んでくればそれを見たはずなんですけども、見てないわけですよね。まあだから中で今見た人と見てない人がいらしたってわけですよね。そうしますと、三上さんは今これだけ確認ですけども、はい。そちらの方からさっとこう、まあレザーっていう言葉、昨日使われたんですけども、はい。レザー光線の光が飛んでた感じがして、それが、はい。私の、まあ、右脇腹のところに当たった感じしたわけですか。はい。ちょうどですから、そのイリーの絵を描いてる時のあのあたりなんですよ。あ、その、じゃあイリーの下の方に描いたんですね、私イリーの方は。はい、そうなんです。その上だとか下だとか。うん。上ですか。ちょうどイリーのところなんです。そこに赤い光が当たったわけだ。はい。なるほど。はい。わかりましたというか、まあ、はい、その時聞いた時には、まあ、率直に言って、なんだそんな話かなと思ったんだけども、あの後、だん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 膨らんできまして、これはやっぱり無視できないということになりましてね、証人が3人いるからですか。無視しないでください。あれは貴重な体験でした。貴重ですね。そしたら私、まず1人っていうような証人がいたんですけども、3人の証言っていうのは初めてなんですよ。で、相手が1人の場合には、ひょっとしたら違うっていう、その、小さな穴があるもんですからね。こちらにはその発表できなかったんですけども、それで確認ですけども、部屋は全部閉まってたし、ブラインドは全部落ちててくる薄暗い部屋だったし、光が外から入ってくるところはなかったしっていうふうに消去法で聞いていっても、やっぱりないですね。じゃあ最後に一言お伺いしたんですけども、その時の印象っていうのは怖かった、それともゾッとした、って思ってた。全然もう何も違和感なく、はい、あ、光だ。で、その光はさっと消えた。そうです。余韻もなかったですね、私が見たときは。さっと消えたわけだ。そうです。本当に瞬時にさっと当たって、さっと消えたっていうことです。わかりました。じゃあ、このあたりでも、まあ、録音は、部分はやめますけども。はい。そうですか。はい。大変な経験ですよ、これ。場所が場所だし、人が人だし。うん、私もちょっと個人的にちょっといろいろ思い当たることがあるもんですから、そう去年の2017年の11月以降、そういうことがもう続けて起きてるんですよ。うん、で、しばらくなかったもんですから、うん、で今回、5月19日に事件が起きて、7月29日まで何もなかったっていう、ちょっと間が2ヶ月ぐらい飛んでたんですけどもね。でそれと同じような、またその今度は三上さんたちはそう見られたわけですけども、5月19日は嘘でしたからね、それも第三者の人だったんですよ。そういうことが続いてね、で、まあ、
もそれっきりかなと思ったんですけども、ごめんなさい、大変貴重な話聞かせていただきまして、はい、お名前出してよろしいですかね、消さなくても。出して、全然出して構いません。そうですか、どうか、自信持って、はい、自信って言いますか、はい、決して、今までいろんなことありましたけども、上の人は絶対に悪いことはしませんので、はい、安心してください。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。貴重な経験でした。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい。はい、月曜日午後9時28分です。はい、今録音中です。それでね、いくつかお聞きしたいんですけども、はい、三上さんは名前出していいとおっしゃってくださったんですけども、はい、三上さんが見られた時はサーッと光のようなレザー光線のようなものが私がちょっと振り向きかけたときに、私の右脇腹の方にめがけて飛んでいった感じがして、そのときに、そのホワイトボードに、真っ赤な鮮やかな、鮮やかというか、強烈な光が、丸く映ったと。その大きさは、ポインターの大きさよりも大きかった。で、その後、スッと瞬間に消えたっていうことなんですけども、はい、まず、小根田さんが見られた、その光っていうのは、大きかったですか、小さかったですか。書きましたよ。まあ、推定2センチ前後じゃないかと思うんです。2センチ。色はいかがでしたか？赤ですね。シンクの赤。その色は濃い色でしたか、薄い色でしたか？割とね、濃い色って言いますか、いくらかピンクもかかったような赤い。ああ、なるほど、ね。ような、で、それで、はい。はい。見られたのは1点でしたか、それとも2点でしたか、それとも瞬間だけだったか、その辺の現れた時の様子と、消えた時の様子をお伺いしたんですけども。はい。まず先生が、火災人口で、人間の賛同の話してましたよね、はい、もの。はい。で、グリーンでホワイトボードに2つ書いてありました。うん、書きました。その時に同時に、今思うと、ポンポンと、両方ポンと出てたんですね。両方と同じってこと？そう、同時にそうです。私の言ったら同時に。それで、消えたかなと思ったら、上の方の、真ん中の上の方にまたパンって上がられて、また下の方来て、またパンって、それを数回繰り返したような感じでした。ああ、そう。三上さんは1回だけで、それは、まあ、位置的にそういうふうに見えたのかもしれませんけど、三上さん、ちょっとやや中央寄りに座っておられましたからね。はい。私の方からよく見えました。何もあれありませんでしたから、影の障害物が。なるほど。最初にじゃあ、2点現れたってこと？そうですね。2点、確認してるのは同時に、緑の輪郭の上にポンポンと、火星人と思われる。ポンポンっていうのは続けて順に現れたってことですか？同時に2つってことでしょ？同時です。同時にポンと2つ現れたわけだ。ええ。それで、なんか消えたような感じしまして、はい、それがまた上の方にポンと今度行ったんですね。真ん中の上の方に。真ん中の、ホワイトボードの真ん中の上の方ですね。そうです。そして、あれって思ってたら、また下の方にポン、ポンと出てましたんで。下というのはまた、ひじのあたりに。そうです。両方に。で、点の数は5個ってことになるんですけども、そのように解釈です。何合計、延べ5個っていう、ポンポンとポンとポンポンで、5個ってことになるんですけども。はい。そういうことでしょうかね。数回っていうちょっと表現しましたけど、うん、それが消えたりついたりしたような記憶だったんですね。うん、ですから先生がちょうど後ろ向いて何か書こうかなと思った時、ちょうど先生の頭の右手の上の方にね、ポンと見えたんですね。それから下の方にもポンポン、あ、ポンポンじゃなくてポンと同時に見えました。ヒヒと、人間の方ですね。単純に頭の上に1個出たわけだ。そうです。で、それから私は、全然私その時気がつかなかったんだけども、それでその時も、ちょっと私が横見たのかな、そうすると。なんか、右手で、なんか、ちょっとごめんなさい、ちょっと見にくいようなチョーク、ちょっと発信してない、そうチョークで書いてたんですね。その時でしたね、ちょうど。それで下の。いいです。はい。はい。全体の時間っていうか、最初の点
が現れてから、ポン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 と現れて、最後に消えるまで何秒ぐらいだったというお返しですか。全部で5秒前後じゃないかと思うんですね。5秒前後ね。事実ってないと思います。で、その時ね、後ろ振り向こうかなと思ったんですが、誰か後ろでポンポンポンレーザーポインターと当てたのかなと父は思ったんですけど、まあ、余計なことだと思って黙ってたんですよ。うん。はい。うん、まあ、レーザーポインターっていうのは、まあ、私持っていきましたけども、はいはいはい、最初にプロジェクターが使えないと分かった時にも、相手に持ってたら話して机の上に置いたんですよね。で、ご存知のようにその時私はイギリの絵を描いてましたからポインターは持ってないし、で、三上さんは私の iPhone の方を見られたそうです。カメラの光じゃないかと思って、そしたらカメラは Wi-Fi はカメラは持っていませんでしたということです。それは今日も読みましたけど iPhone にそのなんかアルファ iPhone 使ってますけど、そのポインターの出るがあるかないかということで、使用してないっていうことだったんで、なるほど、私も不思議だなと、今日のあれに読みましてね、ブログを。だから、すべて。で、お昼前、11時前後でしたか、一応、先生のそのコメントがあったんで、折り返し、ちょっと、返信しましたんですが、ちょっとうまく表現できませんでしたので、今、口頭の方が、詳しく言えるとは思います。ありがとうございます。私、お手数ですけども、私の、毎日300通から400通のスパムも多いんですけども、メールが来るものですから、もしできたらもう一度、この時刻に、この後送っていただければ嬉しいんですけども、多分、すぐ削除しちゃうという恐ろしいところがあるものですから、メールはほとんどだから見てないというか、見るんですけども、ざーっと見て削除っていうふうにやっちゃうもんですから、もし、申し訳ませんけど、ちょっと送ってください。いや、私ちょっとあんまりこれ舐めてないんですけど、時間かかるかもしれませんけど、結構ですけど、ね、今の証言、それで、これから夜やるか、明日の朝やるか、わかりませんけども、今日出した、いわゆるビデオダイアリーの続報ということで、お名前出してよろしいですかね、オネザさん。結構です。オネザさんってやめますので、オネザさんで、声もそのまま大変私あの後気がついたんですけども、今回の事件は大変な事件でしてね、3人も証人がいるということは私の今までの過去でも初めてなんですよ。だから大変な事件だなということを気がつき始めて、それでこのような電話をして証言を書いているんですけども、どうかご理解ください。はい、ちょっと不思議なのは、他の人は見てなかったんでしょうか。わからないです。他の人は声が出ませんでしたね。それとその音が聞こえたって、ぼーっと聞こえたって、その後。それはちょっと私わかりませんでした、音は。あ、そうか、いや、他の方なんだ。わかりました。三上さんはその後、ぼーっと音を聞いたと。そのように表現なさっておられました。ああ、そうでしたか。わかりました。はい。どうもすいませんでした、役もすぐ。はい。はい。ありがとうございました。大変貴重な、はい。この話でした。ありがとうございました。はい。はい。失礼します。失礼します。月曜日午後9時52分です。はい。じゃあ、質問しますけども、はい。光の色は、あなたの色だって。どんな、M さんはどんな色だと思いました。色はですね、その後、先生がレーザーポインターで、ホワイトボードに当てた色があったんですが、それよりももう少し赤い色が濃かったです。で、濃くて少し先生の当てられたポインターより少し大きめだったように思いました。で、三上さんの証言、お姉さんの証言だったかな、はい、2センチぐらいだとおっしゃったんですけども、大きさは2センチぐらいだと思います。もうそれ以上大きいことはないと思います。はい、で、その現れ方、最初1点が現れたのか、それとも2点が現れたのか、それとも断続的にポンポンと2点現れたのか、それちょっと詳しく、現れた様子をちょっとこう表現していただきたいんですけども。はい。現れ方っていうのは、最初は、先生の体の右側に現れたんですよね。で、
スイングアウト体というのは私の体の上に、それともホワイトボードの方で、ホワイトボードに赤い点が出たんですが、あの先生の体にかぶってない状態で、まあ、右側、まあ、私から見て向かってホワイトボードに向かって右側に出たんですよね。で、それでその後あの先生がその赤い点にかぶさるように体を動かされた時に、あのその赤い点が先生の服の上に映らなかったんですよね。映らなかったので僕は あれなんだろう、ポインターなら映ってもいいのになって思ったんですよね。でもそのポインターを誰かが当てているポインターを消したのかなって一瞬思ったんですが、まあそんな深く考えずに、数秒が経ったらまた先生がそのちょっと場所を移動した時にそのホワイトボードに赤い点が、また現れたってことなんですよね。その 2度目で現れた時は1点2点、それとも位置的には私の頭より高いところ、低いところ、どうなんでしょうか。頭よりは低いですね、全然。あのそうですね、はい、あの最初に見た点もどうですかね、おへそよりちょっと上ぐらい、水落ち高さで言うと水落ちから胸ぐらいの高さが最初の点で、もう1点は、でも頭よりは下でしたね。僕が思ったのは頭よりは下でしたね。その時1点だけでした、2点同時に1点だけです。あの両方1点しか見えませんでした、僕は。それで終わりました。はい。で、消え方はパッと消えたのか、徐々に消えたのか、柔らかい消え方だったのか、どうでしょうか。僕はもう一瞬で消えたように見えましたね。パッと、それはロットじゃなくてパッと消えたような。他の二人の証言と一致してます。そうですか。で、森田さんは2点同時に出た時を2回見られてる感じですけどもね。それはなかったですか。2点は、同時に2つの点ってことですよね。それは僕はちょっと、記憶にないですね。でね、ポインターであのレーザーで照らすとね、どうしても手ぶれてブル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 触れて先方に映るんですよね。で、その赤い点っていうのは静止してました、それともブルブル触れてました。全く静止してましたね。ピタッと静止してたわけだ。ピタッと静止してるのに僕には見えました。そして時間的には最初の点から最後に消えるまで何秒ぐらいだったということ。どうですかね、そんなに長い時間じゃないと思いますね。全部でも 10秒ぐらいじゃないですかね。全部でその2回目が消えるまでも入れても。オンデラさんは5秒とかね、見え方も違うんですけども、僕一つ2つおかしいんだったら、僕じゃ全然気がつかなかったんですよ。皆さんも見て話してたもんですから、皆さんの中に動きがあればそういうこと分かったんですけども、そういうものがあったと。はい。それで見てない人は全く見てないんですよね、あれ。そうみたいですね。7人、8人見てたわけですけども。そうですよね。誰も気がついてないと。またそれも不思議なところでしてね。わかりました。で、音を聞いたという人もいるんですけど、その光が消えた直後ぐらいにふわーっと音を聞いたというんですけども、M さんは音を聞かれませんでした。いやー、ちょっと記憶にはないですね。わかりました。じゃあ以上のことまでちょっと録音今止めて、明日から、今朝、向こうも経済だから、これから作るかもしれませんけどね、もうずっと